初めての充電、40キロワット以上って書いてます。開けてあ、なんだ、ちょっと見てみて。わあ、一体何が起きたんでしょうね。トラブル発生ということで、今日はね、六甲山ドライブに行きました。初めてのね、山道のワインディングで、ホンダ E の走りの凄さっていうのが分かりましたね。いや、急速充電もね、今回初めてしたんですけど、初めてだといろいろやり方が分からなくて困りましたね。動画の最後にいくら充電代がかかったかとか、詳しく説明してますので、ぜひとも最後まで見てくださいね。私ね、こういった電気自動車の情報をどんどん出していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では、本編へどうぞ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ホンダEをね、遠隔操作して、ちょっと今からドライブの方行こうと思います。ホンダのリモート操作、バッテリー残量 60%、残り100キロちょっと走れますという情報が出てきます。まあ、そんなにね、詳しい情報出てこないんですけど、ここにね、ほら、コントロール。これで車のエアコンをつけたり、ロックをね、開けたりすることができるんですね。おはよう、俺のホンダEやっぱかっこええわ。最高じゃない？あ、開いてる鍵が。お邪魔します。いや、すごい。あ、新車の匂い、ちゃんとついてました。すごいすごい、ちゃんともうあったかい室内。今これ坂道ね走ったんですけど、かなり軽いですね。やっぱね、この電気自動車って今までと感覚が全く違いますよね。まあ心配なのは電池残量だけです。50% 切りました。 49% です。やっぱ結構ね、最初なんでアクセル踏んじゃうんですよね。慣れてないんで、やっぱ減りがね気になりますね。おー、すごい、なんかキュイーンっていうモーターの音が鳴ります。おお、やっぱね、このリア駆動なんで、すごいやっぱ押されてるような感じがします。で、これね、50対50っていう重量バランスでね、すごいなんかね、スイスイカーブ曲がれるんですよ。ちょっとモードチェンジ、スポーツにします。わあ、これやっぱ山道スポーツの方がいいかな。若干ね、レスポンスがやっぱノーマルモードだと、これぐらいの坂道だと若干やっぱ踏み込まないとダメなんで、やっぱスポーツモードの方が向いてますね、これぐらいの山道でしたら。すごい。これちょっとあんまり飛ばしすぎないように、しますね。なんかこれ上り坂で飛ばしすぎてしまう。これほんまにスポーツカーやな。シングルペダルにしたらどうなんやろ。シングルペダルにすると回生ブレーキでね、ほとんど普通のブレーキ踏まなくていいというね感じなんです。これ今上り坂なんですけど、下り坂の方がひょっとしてそれ発揮するかな。結構きつめのブレーキかかりますね。助手席の方酔いそうでしたら言ってくださいね、早めにね。今半分ぐらい、半分も踏んでないですね。全開で踏むとどうなるのかな。うわやばいちょっとね、未知の体験ですね。電気自動車、やっぱね、テスラとかめちゃくちゃ速いんですけど、なんかね、もう十分ですよね。このホンダEぐらいのこのパワーでね、十分なんですよ。一応ね、トルクが315Nm あるんで、この0キロから、すぐ加速ですよね。ストップアンドゴーの、加速はもう本当にね、V6 3リッターぐらいの、パワーがあるということなんですよね。馬力よりも実はトルクなんですよね、車を動かすパワーとしては。やっぱこの、すごいなんかこう地面食いつくように走るかもしれん。やっぱ低重心なんですよね。この電気自動車ってね、バッテリーを床の底面にね、敷いてるので、重量バランスがこう底面の方に、ね、なるんですよね。なのですごいやっぱ低重心ですね。頭が振られないっていう感じがします。今これ180度カーブですよ。おお、ハンドルが切れる。これハンドル切れすぎて面白すぎる。
うわーこれ怖いぐらい、うーすーごい、今の外から撮りたかった。今のブレーキ踏んでないですよ。ちょっとこういうね、ちょっとスポーツ走行しちゃうとどうしても電池の減りがね、電池の減りが気になりながら、でもまあ上に充電スポットがあるんでそこで充電させていただきます。さっきねちょっと下でね、充電しようかなと思ったらもう先に何か車が充電してたんで、日曜日とかだったら結構混雑してる可能性がありますよね。この山の上は多分そんなに混雑してないと思うんですけど、これからはねちょっと充電スポット争い的なことがちょっと予想されるかな。どんどん EV が増えていくとね。今ねエアコン切ってるんですけど、これ上をね開けてたら結構日差しがねあったかいんですよね。EV カーってねみんな天井がこうガラス張りっていうのはね、ひょっとしたらなるべくそういうね電気を使わないような作戦なのかなと思いながら、はい、今ガタガタ道です。それなりに路面は拾いますよね。ホンダ E アドバンスとホンダ E でタイヤのインチが違うんですよね。私の乗ってる、普通のホンダ E は16インチですね。その分タイヤが、少し分厚いので、アドバンスよりも乗り心地がいいということなんですが、それでもね、なんて言うんでしょう、そのふわふわの乗り味ではないですね。若干やっぱスポーティー寄りに寄せてるなという感じはします。今後ろね、リーフが追いかけてきます。私より先に充電スポット行かないでね。俺が先に行くぞ、充電スポット。ちょっとリーフと対決やな。もうここか。どこやろな。書いてるけど EV クイック。EV チャージ、着きました。おぉ、こんな感じか。ちょっといろいろわかんないんで、緊張しますね。ここね、六甲山牧場の駐車場の入り口が向こうなんですけど、 EV ステーションはねこの駐車場の中に入らなくてもできるんですよね。ただしこういったねバリケードがあるんで、これは手で動かしてまた元に戻すといった感じですね。こちらの方に聞いたらそういう風にしてくださいと言ってました。はい、いろいろ大変。本題、今からこれね充電スポットを発見しました。初めての充電、これね私カード作ってました。これねめっちゃ早かったです。カード作って届いたのがほんのね2日ぐらいで届いたかな。いやなんだか初めてでドキドキしますよね。ホンダの充電カード、ホンダチャージングサービスというねカードがあります。こちらは全国の急速充電器、チャデモ規格に対応した充電器で、充電ができるといったものですね。全国に充電器設置場所が21,800 基あるんですが、そのうちの急速充電はたったの6,700 基と、その他 15,100 基は、なんとね 200V の充電器の数なんですよね。もうちょっと急速充電増やしてほしいよな。で、ホンダのチャージングサービスの気になるお値段、急速充電は1分あたり16円、普通充電は1分あたり 1.5 円ですね。安い。なんとね月会費が、2年間無料なんですよね。3年以降は月500円の月会費が必要です。日産とかに比べるとだいぶ安いんですよね。初めての急速充電、そっか、このカードなくても1回500円で利用できるみたいですね。会員カードのお持ちでない方では、初の充電できます。開けてよ。あ、こんなんちょっと見てみて。だから先刺してから充電しなかじゃん。あ、そういうこと。まず先刺すんか。先刺すんかい。すごいな、これ。感電せえへんか心配やな。これで、これか、これか。スタートボタンを押す。充電中です。停止しました。これ上まで上げるね。あ、これでロックしてないとあかんねや。はい、もう一度。あ、出た出た。おお、なんか
なんかもう言うた。今充電中です。結構なんかうなってますね。わあ、初めての充電。電気おいしいですか？アップルウォッチに充電開始のお知らせ。あ、スマホにもバッテリー加温中ってなってます。青いのがテロテロなっとる。急速充電中ってなってました。なんかこの航続可能距離っていうのが49キロって書いてるんですけど、いやそんなことないな、もっと走れると思うねんけど。あれ1時間以上すんの？なんか30分で急速 80% なる予定やねんけどな。これ何ワット ?55EV っていうので、こんなね充電スポットの情報が見れるんですけど、40キロワット以上って書いてます。思ったより充電時間かかりそうな気がするぞ。時間計るの忘れとった。今、15時23分。もうなんか10分ぐらいやったような気がするけど。はい、結果発表です。約30分で 46% 溜まりました。いや何かの情報でね、ホンダEは、30分の充電で約 80% 溜まるというのを聞いたことがあったんですが、実際のところはこんな感じなんですよね。急速充電器でもいろいろあって、パワーが低いところでいくとそんなにたまんないと。急速充電の料金設定は1分あたり16円なので、出力の高いところで充電した方がお得なんですよね。いや最低でもね 40kW 以上のところで充電したいですよね。まあ家にね 200V コンセントがあるのが一番最高なんですけどね。これね、カタログ上はホンダEキロぐらい走れるんですけど、これ 86% で105キロってね、全然走らへんや。これほんまなんかな。もうちょっと走る予定やけどな。待ってる間にじっくり見ていきましょう、私のホンダEはい、最後までご視聴ありがとうございました。次はね、私のホンダEを舐めるように見る動画でございます。外装がねまだ綺麗なうちにしっかり撮りましたので、ぜひともご覧ください。これからもね、EV カーの情報をどんどん出していきますので、もしよろしければ私のチャンネルを登録してくださいね。登録すればまた、見やすくなりますので、ぜひともお願いいたします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は六甲山をドライブして急速充電をしてみたでした。じゃあね、バーイ。